こちらはその小十郎の菩提寺月山寺になります。門を見ていただきますと、はい、丸に盾三引きの門ですね、はい、これはもちろん伊達家の門です。こんな形になってます、うん、秋になるとあの大きなもみじの大木が真っ赤に色づきますのでね、はい、あのとても綺麗なんですよ。じゃあもう少しですね、紅葉まで。そうですね、やっぱり11月かな、この辺は。11月、ね、11月にならないと真っ赤にはならないですね。こんな感じです。あれ、ここは普通に一般の方も入れるんですよね。そうですね、もちろん栗の方に、はい、ちょっと一言声をかけてもらえれば、はい、もしてもらえます。じゃあ麻生先生ありがとうございます。